どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、またお人形さんでやったんですけど、巻き方の簡単なやり方をちょっとやってみました。今回はロングヘアで、前髪もちょっと長い方だったりとか、後ろもちょっと長いと巻きづらいという方結構いらっしゃったので、それの簡単な方法、最近ちょっと作ってるシリーズで、前髪と、後ろとちょっと分けて巻くんですけど、またこれのやり方だったら結構本当にシンプルに自然な動きで、そんなになんか巻きすぎなく自然な動きになってくれるかなと思うので、ロングヘアの方で、巻き方に困ってる方だったりとか、前髪が長い方、この方法でよかったら試してみてください。それでは動画を始めていきます。はい、じゃあまず後ろを半分に分けます。次に前髪を分け取っておきます。だいたいそうですね、こめかみあたりぐらいの髪を取り分けて、こんな感じですね。奥行きもだいたいで大丈夫ですので、だいたい5センチぐらいの奥行きでまとめて、ゴムで結んでおきます。この時あんまり結び目がつかないように優しくやってください。後ろの髪の毛も半分に分けたので、半分ずつゴムで結んでいきます。こんな感じでお下げみたいな感じにして、前髪もこんな感じで留めています。次にコテを使っていきます。まず前髪を前に引き出して、毛先の方からぐるぐるぐるっとゴムのところまでしっかりと巻いていきます。この時内巻きですね。で、やけどにだけ注意していただいて、外して手の中で少しだけ冷ましておきます。して外していきます。で、サイドの髪の毛も同様に、内巻きでぐるぐるぐるっと巻いて時間を置きます。この時も同様に、やけどには注意してください。巻いた後は手の中に入れて、冷めたら外します。反対側も同様に、毛先から内巻きに巻きつけて、根元付近まで巻き込みます。ある程度時間経ったら外して、手の中で冷まします。こんな感じですね。だいたいワンカールちょっとぐらい、こうカールがついてる状態になってます。ゴムを外していきます。外したら手ぐしでしっかりと溶かしていきます。よりルーズにしたかったらブラシで溶かしながら形をつけていきます。ここでオイルをつけていきます。毛先の方からつけて、表面に向かって伸ばしていきます。全体のバランスですね、カールの動きだったりとか、ちょっと毛束感を
出してあげてバランスを整えたら完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。結構前髪のカールも綺麗に出て、下もルーズな動きになってます。結構ほどくことが結構重要なので、前髪のアレンジだったりとか巻き方に困っている方、よかったら参考にしてみてください。